ナルトサワギクを含み、家畜がこれを食べることによる中毒死がオーストラリアでは多く報告されている。また、繁殖力が極めて強い上、アレロパシー作用も持つため、在来植物を駆逐する危険性が大きい。このため、ナルトサワギクは2005年12月14日付で特定外来生物の指定第二次指定種のリストに、 入れられ、翌2006年2月1日をもって指定された。ありがとうございます。